キョキョキョ今日のいたずら。どうも大村です。藤田にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日はこちら、寿司ボーイズをご覧の皆さんはお気づきでしょうが、はい、僕たちが伊豆に買った別荘を、はい、今このように、バンバン壁とかぶっ壊してリノベーションしている最中なんです、はい、皆さんスキビティトイレってご存知ですかね。その海外のこの CG の動画なんですけれども、だいぶ再生がされてる動画で、はい、まあ、要は洋式トイレの便座から男の人の顔が出るみたいな、うん、で音楽が流れてて、その音楽を聴いたらなんかまたスキビディトイレになっちゃうみたいなそういう動画がね流行ってたんですね、はい、でですよ、実際スキビディトイレここならやれるんじゃないかと普通のその辺のトイレどこでもできないじゃん、そんなの入れない。いやそうっすよ、絶対無理です。人が入れないけど、はい、唯一入れるトイレがある。それどこなんだ。ここですよめちゃ俺たちの家だからどうしてもいいと、何でもできちゃう。床穴開けちゃえばいいんだ。持つべきものは内装の友人かけですお願いします。同級生ででしてね、かけがこの内装系の達人なんだ相談したところ、はい、2つ返事だったね。いやいや考えたけど、スキビティトイレできるのスキビぐらいでできるよ早っスキビでもうさしてくれたから俺が入るその胴体寸胴の部分を加工すればできるっていう案をくれたんで、はい、今日それを一緒にねかけと作っていきながら、はい、実際に床にも穴を開け、はい、そこに僕が入って、はい、胴体作って便座を乗っけてまでの作業大工事じゃない大工事藤田は、袴こと滝口と、はい、向かってるということでね、はい、今ちょうど向かい始めるのかな。だから2時間ぐらいは、はい、猶予はありますから、はい、どうぞ作業時間として2時間はそのぐらいやれるかなぐらいですね。なんとかもう今は汚いんで土足でこうやって入れちゃうようにしてるんで床すごい汚いですよね。でも便座だけは新しいんですけれども、ここに俺がこのように蓋を開けたら顔がこれ驚くでしょう。いやどうなるんだろうあこうね、こうよし。でこれこのままでいいよね。そうそうそう、この家古いからさ、汚ねえよ、下も軒下とか、あとそう、あらゆるところにたくさんの虫がいるよね。足はざわざわするよあ、怖い怖い怖い。そういうさ、汚いな、気持ち悪いなって気持ちよりさ、はい、藤田を驚かせたいって気持ちが勝っちゃうプロだ勝っちゃう。よし、おー、OK、 うわ、勝っちゃう。おー、よしよしよし、一旦置く、ここでいい、一旦どこでも。あ、濡れる、濡れていい、うん、これもまた戻すやつだからね。なんかトイレ以外で見るの新鮮ね。31.7 ぐらいで胴体作りましょうってことね。よっしゃ、うわ、トイレだ。うわ、水、水も入ってる。あ、なんか、びちょびちょ。トイレがこんなところに。うわうわ、見慣れねえこうなりました。はい、わで、なんとなくさ、俺がもうこういう角度で行く感じだよね。うん、この楕円だと俺がここに入るかだよね。そうっすね。これが便器だ。これが便器の、あ、便器のボディ、はい、ボディ部分。こういうことだね。こういうことだね。これが便器になるってことだね。はい。やったー。お、
見えてきた見えてきた。こうやって便器って作ってんだ。作ってねえわ。うえいやできちゃったんじゃない。まあ一応こういうもの乗っけてみちゃおうか。トイレじゃん。じゃんだよ。あートイレだ。すごい。トイレじゃん。おい。開きました。うわすげえ丸見え。入れる？入れそう。深さもなんかちょうどいいかもね。え、立って待機できる。ちょっと中腰ぐらいかな。あじゃあちょうどいい椅子で。俺がだからもう柄入れ、下汚いからさ、柄入れで服作ってる。絶対にしないでください。うわあ、意外と汗えのかな。あと体どっち向き。おお。これで一回、はい、かぶせようか。かぶせてみて。はい、挑戦してします。はい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 、はい、あ、オッケーオッケー。はい、オラオライ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 。閉めて、閉めて。はい、開けましょう。いや、怖っ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 。いけるね。怖っ。ということで、この便座の蓋を開けた時の藤田のリアクション楽しみましょう。行ってきます。閉めてください。失礼します。トイレになったよ。何の話だ。ちょっと飲み物だけ、あ、はい、買って、
いや、一応作業はやってたんで、うん、お昼ご飯あれ、あいつは、あ、今あれです、タイル屋さんに船長と、あ、はい、タイルか、はい、いよいよ、はい、だんだんなってきたね、全容が見えちゃうね。いや、そうっすね、うん、何にせよ倒れてなくていいから倒壊してます。倒れはしないでしょ、もう。まあとりあえず柱回ってちょっと補強はするけども、うん、それをちょっと補強しちゃえばで、綺麗にしちゃってそしたら壁紙貼れるので。あ、俺が持ってったやつこれだっけ。あったか。じゃあ、今はじゃああいつのタイル待ち。うん、タイル待ち、やや暇ではある。うんこしてる。分かった。何、どっち、何がどっちに来たの。うんこだよ。いや、うんこかい。じゃあ、いいよ。バテるんかい。圧倒的不利だぞ、お前。